ここだよな。ちょっとあんた何してんだい。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。事務所？ここ前はガールズバーだったよ。じゃあその前だよ、事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前はフィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなちんけなところに入ってたのかい。おお、荒川組を知ってんのか。そりゃあ神室町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし、何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で、今その荒川組はどこにあるんだい。探してんだよ。さあどこだろうな。でも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、分かった、ありがとうよ。大丈夫なのかい。なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。ばあさんは？え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね、お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。おう、おっちゃん、いつものくれや。はいよ。じゃあ、500円つけとけや。はあ、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたのんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ近江連合。なんやこれ、我どこのもんや。俺は荒川組のもんだ。なんや、新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が多い。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか。あ、おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけし。その組長って誰だ。はあ、何言うとんねん。誰なんだ。近江連合若頭代行、荒川正美に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかり精神入れ。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何、己さっき荒川組言うだろうが。まあ言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。
登場かい。何寝言言うてんねん。寝言に聞こえるか。聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺してもかまへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろ。登場会の虫けらが。やってもらえ。手加減しねえぜ。よし行くぞ。やってみんか。とっておきだ。見せてやるよ。なめんなよ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。よっしゃ勝ちだ。荒川のおやっさんが近江に寝返って登場会ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。せや兄貴。こいつ登場会の残党や。行かない。なんやて。わたんかいこら。ありがとうよ。はあ。あばよ。もしもし。
なあ。なあ。ひれえ、手加減しねえぜ。よし、行くぞ。とっておきだ。行けてやるよ。行くぜ。行くで。なあ、俺の番だな。これや。立て直さねえと。取っておきだ。見せてやるよ。よっしゃ、勝ちだ。強くなった気がするぜ。取材もいいけど無茶はよくねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。近江連合と東条会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。おい待てよ。なあ、てめえ、なんてことしてくれるんだ、こら！よせよ、悪いのはパイセンだって。ほら、さっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。たく、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ？カムロ町のイメージアップっつって。2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ？なんだそれ。無所帰りで話すと拉致が開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあパイセン、荒川組に、いや荒川のおやっさんに何があったんだ。そういやお前、荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろ。おやっさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったかか、それぐらい知ってるさ。伊達に汽車で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃荒川の息子がいただろ。いたよ。若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ、あいつ難病だったんだってな。ああ。でも今どうしてんだろう。死んじまったよ。いつどうして。
お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろ。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったら何だって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろう。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。それは辛かったなんてもんじゃねえだろうけど、でもだからって登場会を裏切るなんて。あのな一番、お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ、生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。荒川は極道だ。それも生粋のな。奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着起こしたのか。ああ。じゃあもう神室町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。え、神室町にお前の居場所なんてねえんだぞ。どこ行きゃいいんだ俺。え、いや知らねえけど、とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ、ソープの桃源郷。おい、まさか桃源郷に行くのか。やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す。いっそ殺してくれ。これで吹っ切れるってもんだ。ツアーの締めは桃源郷か。いいコースだな。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。あんた足立すげえよな。ネオンまぶしい神室町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。登場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。
そっからは誰も寄りつかず、半グレのアジトに使われたり、不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。そうかい。なるほど。長かったんだな、本当に。18年って時間はよ。お前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうな。そういや、中道通りのあれは見たか。え？新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。産経作戦の成果に後押しされて、都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みてえなもんだ。もう俺にはどうでもいいよ、そんなもん。カズが、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか。はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ、お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてえに言うんだな。嫌みったらしくタイムまで測りやがって。少なくともお前がここに来るのは当てたろ。足立専用、あんたの狙いは何なんだい。捜査に協力してもらいたい。はあ、お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて東上会を潰し、カムロ町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監。俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。まあ、荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで東上会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。カズが、お前が今一番やりたいことは。おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしたい。だよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？ああ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんたよくそんな情報つかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られたけど。そうかい。それでその会合ってのはどこで？よくぞ聞いてくれた。見てみろ、あの店。平安楼だ。あの店は。なんだ、行ったことあんのか。あそこは超高級店だ。えらい高いんだぞ。いや、でもおやっさんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。荒川のおやっさんが俺を呼んでる。な、どうした。場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっと、きっとそうだ。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。
ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやっさんに会えるんだ。待てって、会合は夜になってからだ。おまけにお前、東条会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って？その時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ、じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろう。一旦別れて夜またここで落ち合おう。あとこいつ渡しとくぞ。なんだこりゃ。スマホだよ、見たことくらいあんだろ。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。習うより慣れろだ。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。分かった。よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。